大丈夫ですか？大丈夫な顔じゃない。これは大丈夫じゃない。ちょっと響きます。どちらに響きました？ハリケテンからこんにちは、ピオアリ。今日のモデルはリコさんです。こんにちは。はい、今日もぶっちぎりセクシー路線ですけども、はい、セクシー路線、はい、どこはですか？雰囲気が、あの、どんより疲労です。疲労です。あれ違うの？色気じゃないんです。なるほど。まあ、リコさん、疲労が出てる時に色気あるなって思うそうで、で、治療終わって元気になると色気消えちゃうんですよね。爽やかな感じです。はい、で、今夏風邪ひいたりとか体調悪かったりとか、はい、ね、この1ヶ月あったようですが、ありました。うん、過去ね、5年間ぐらい悩んでた生理の止まったりとかリズムが変だったりとか、まあ、メンテナンスしてますけど、はい、どうですか？生理はめちゃめちゃ順調でちゃんと来てます。素晴らしい、はい、皆さん月1メンテ大事ですね。体を整える。1ヶ月もやってればですね、いろんなものつきますからね。うん、しかも5週ぶりでしょ。5週ぶりです。リコさん大体持つのが2週の間なんで。そうです。3週間ぐらいのドローを、はい、いろいろ溜めまくってます。溜めまくってると思うんで、はい、まあ、今日はリフレッシュしてまたね、はい、生理のコンスタントなリズムに来るようにしていきたいなと思います。でね、皆さんね、リコさんは婦人科にも行かれて、まあ、問題ないっていうことで、まあ、経過観察になって治療していって良くなってます。で、本当に無月経とか生理本当に3ヶ月来ないとか、そういう方で若いから冷えないようにしてちょっと様子見なさいって、ね、薬も処方されず放置で年に 2,3 回しか来ない方とか、まあ、薬処方されるといいけど、まあ、例えばニキビができちゃったりとか、エストロゲン製剤ちょっと太っちゃったりとかするから、うん、太るんで嫌ですみたいなね方とかは、データのチェックとか細かい検査は婦人科さんで行くのは大事、西洋薬も大事だけども、体のねコンディションを整えるね、コンディションこの今ね調子が生理不順だって、ここに対して、ホルモン剤でその症状を改善する薬で代用してるんで、自分の体のホルモンを出してるわけじゃないんで、この原因は自分の生命力、自律神経の乱れだったり、体のエネルギーね、人間の体っていうのは電気で動いてるわけで、ミトコンドリアで動いてる、それを活性化させてあげるような形をするとちゃんとね改善してきますんで、ただ1回とか2回じゃないさすがに良くなって、で週1回から10日に1回ぐらいの治療で3ヶ月ぐらいするとだいぶ体質改善してくる。あとは月1メンテナンスとかされるといいかなと思います。はい、ということでどんな治療なのかということをお見せしていきたいと思います。 YouTube はですね、淡々とすごい面白くないんで、ちょっとエンタメ寄りになってますからね、よくね、ほぼ攻めの治療あんまり僕してないんです。でも必要な患者さんにはするんですよ。水玉はあんまりしないですね。月1のメンテナンスでですね、攻めでやってるのはリコさん、ナホさんぐらいですね、もはや。はい、ということでしっかりと調整していきたいと思います。それでは、ゴー。生理不順のメンテナンスですけども、まあ、コンスタントに来ているところですけども、まあ、自律神経が乱れたりとか、体もこわばってですね、柔軟性なくなって調子悪くなったりとかします。骨盤周り、まあ、体幹の動きとかもちょっとチェックしてみたいと思います。で、首右左やっていきます。はい、はい、なかなか、まあ、ピークよりいいですね。ピーク、お腹、手を入れて冷えてみましょう。はい、ひねってもらっていいですか？ひねってますよ。だいぶ壊れてますね、これ。はい、まあ、あの生理不順にコンスタントに来たからですね、動画でコメントいただくような形にして、はい、しっかり治療していきたいと思います。それでは、ゴー。先ほど説明しましたけども、生理不順っていうところで、ね、薬の投与じゃなくて、元気を回復させるためにですね、生命力を上げる経絡治療とエネルギーを整える 4K、3K 治療とかね、気系治療っていうのをやっていきます。そして土台を整えることが良くなりますからね。土台整えとか体の基本的な生命力を上げるっていう治療はなかなかこう西洋薬ってやつ、全人的な治療ってね、保険医療ではなかなか難しいんで、どうしてもホルモンが出なくて補わなきゃいけない方は西洋薬で補って土台の生命力を上げていくとですね、かなり状態が良くなります。こういうのは東洋医学の、ね、特質な東西学、東方でございます。はい、サザエでございます。お、ちょっとお腹を見ます。なるほど。そしておじんきょですね。1ヶ
回治療したんで、まあいい感じになってます。あとここですね、これね、大腸がぶっ壊れてますね。はい、ということでエネルギーを上げる治療をしていきたいと思います。はい、それでは生命力を上げる治療ね、経絡治療やっていきます。女性なんで今日は右側だけします。いいですね。ベリング。ベリング。4K 治療です。4K 治療はですね、日本でできる人はいないんですよ。この弟子しか。ちょっとマニアックすぎてですね。日本ではまだ治療テキストが僕しか作ってないんです。響きすぎました。大丈夫ですか？入れて入れ替えます、はい。ちょっと大腸が通り過ぎました。聞きすぎました。これ大丈夫ですか？大丈夫です。あ、そうでした。最近この治療が導入したいっていう整体師さんとかセラピストさんにも、鍼灸師はもちろんですね、鍼灸師じゃない方もオンライン講座っていうのがちょっと始まりましたんで、検索すればどっかで出てきますんで探してみてください。雑談、そうじゃなくて勉強してみたい方は LINE とかフォローしてもらえれば届きますんで、本当にちょっとやってみたいな、勉強してみたいなっていう方ですね、東亜スタイルとかキングラインとか、あとはメルマガとか見てもらえばなと思います。みんなブワーって言ってますよ。言ってないか。はい、ちゃんと東洋医学的な診断ができるようになります。はい、はい、ということで全身調整ですね、生命力を上げる治療と、そしてエネルギーのバランスを整える治療をしました。でそして、やめつけやっぱ子宮活性の針ですね。これ、ゆこさん専用調子です。いきますよ。大丈夫ですか？はい。ね、そんな悲しい顔をするんですか？いきます。はい。ほう。ほう。来ますか？来てますね。はい、ちょっと来ますね。うんうん、あ、こうです。あー、来ました。あー、はい。じゃあさらにエネルギーを上げていきたいと思います。はい、うっ、うっ、うっ、はい。はい。そして、卵巣に響きます。では10分ほどお休みいただきます。はい、それでは10分経ちました。針を取っていきます。背中に入れてみますかね。長いのいきましょう。ちょっと刺激があるかもしれない。ときめきはしないですけど、あの気は回ると思うんですよ。あ、これだ。やっぱ月1回叫んでるからいいかもしれないですね。ちょっと滞りがあんま叫ばないですもんね、うん、無理言ってますから、ね、ちょっとこうね、やっぱり叫ぶの大事ですね。叫んだりちょっとストレス解消ってのは大事になりますね。皆さんストレス溜まったら針を受けましょう。ということで、今根本改善としてコアレベル、生命力を上げる経絡治療をして、そしてエネルギーね、気血水のバランスとエネルギーの治療をしました。さらに自律神経を整える局所のね治療をしていきたいと思います。はい、それでは生理不順の治療ですけども、本来だったら普通に針だけしていくんですが、リコさんの場合はおけつが溜まっていたりするので、先に水玉ですね、おけつを取ってから針をしていきます。大丈夫ですか？なんかやっぱりちょっとよどみが溜まってます。スポンジに毒水が溜まってる。毒水。はい、そんなに痛くないですね。
爽やかではない爽やかではない今日大丈夫そうですね。動かなかった柔らかめです。柔らかめがいいです。結構柔らかめです。もうほとんど圧抜けちゃいました。これ柔らかめです。大丈夫ですか？大丈夫な顔じゃない。これは大丈夫じゃない。これダメなやつです。ポーズダメなやつですね。ダメです。ダメです。ここです。やばい。これ大丈夫になりましたね。大丈夫じゃないです。大丈夫じゃないです。それ大丈夫じゃない。まだそれは大丈夫じゃない。知っただけです。それ大丈夫じゃないです。これダメですか？弱めにします、ね。はい。これぐらいな。大丈夫。可愛いもん。早い。大丈夫じゃないです。いい感じ。僕が出てきました。気持ちいいやつ。これ結構気持ちいいっていう方ね多いんですよ。どうですか？いや。圧抜けましたから。ほとんど圧がないです。大丈夫ですか？圧入った。あ、それダメなやつだ。あ、きつい。それダメだ。ダメです。ダメです。ゆっくり。ダメだ。いやいやいや、早い早い早い。それはつらい。はい、では吸引していきたいと思います。はい、それでは仙骨盆ですね、全体吸引しましたので5分ほどお休みいただきます。はい、それでは5分経ちましたね。仙骨盆背中それで戻って針をしていきます。はい、それでは背中とある特殊なツボを刺激していって仕上げていきます。それではですね、生理不順を調整するのは聴診ですね。これは骨盤内を刺激していくんですけども、脊髄神経から枝分かれしている陰部神経っていうのが、そこが骨盤神経層ってところに入ってます。これは副交感神経繊維なんですけども、骨盤神経層には交感神経繊維も入ってるんですね。針はリラックスする副交感神経繊維を高めてくるんですので、自分の体を回復させようみたいなね。で、起きてる時に活躍するアクティブな交感神経っていうのをこう抑制する、でバランスを整えるっていう効果がありますので、つまりこれを治療するとリラックスする神経が興奮して、体が回復したり血流抑止を
かね、ホルモンバランスを整えるというスイッチが入ります。ということで、この治療をしていきたいと思います。ちょっと響きます。あ、来ました。大丈夫ですか？響きますか？響きますか？これは一般の方にはないオプション、もっと響かせたいっていうご要望があったらやりますけど、はい、ではこちらですね。ではこちら、わあ、これこれ響きますね。ああ、来ました。どちらに響きました？後ろの真ん中に来ました。でですね、仙骨にもですね、交感神経繊維が集まっている部位があるので、ここをですね、刺激します。で、響きますね。では、10分ほどお休みいただきます。はい、それでは10分経ちましたので、仙骨の背中針を取っていきます。では、こちらです。こちら、入ってますね。見ますか？こちら入ってます。こちらを入ってます。これだけで入れます。でしっかりね、深いところにある神経を刺激していきます。はい、それではすべて針止めましたので、動きチェックしてみたいと思います。生理不順のアフターですけども、ちょっと経過ね、どうなったか、また生理周期でコメントをいただければと思います。1ヶ月後のコメント、この後話しますので、楽しみにしててください。では今、現状ではですね、自律神経で調整がどうなったのか、ちょっと動きをチェックしてみたいと思います。クリームに左下。お、いいですね。じゃあ骨盤、腰回り、手を振っていただいて、右左、ひねってみましょう。お、いけますね。いけますね。はい、ということで、こういった施術ですね、婦人科さんに行きながら、全身調整するとですね、すごく良くなりますので、ぜひ受けていただければと思います。うちの家はですね、ここが研修センターですけど、横浜元町と銀座にありますので、概要欄からお問い合わせいただければと思います。はい、またですね、このチャンネル見ていただいている方、8割、9割の方もチャンネル登録いただいていないので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ということで、動き良くなりましたけど、どうでしたか？めちゃめちゃスッキリして、動き良くなって、スッキリしました。はい、ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、よろしくお願いします。はい、生理不順の経過報告ですが、今月もちゃんと無事に、生理が来ました。先生、いつも施術ありがとうございます。またよろしくお願いします。今日もぶっちぎりセクシー路線です、はい、セクシー路線、はい、何個あるんですか？雰囲気が、どんより疲労です。疲労です違う、色気じゃない。疲労なんです。リコさん、疲労が出てる時に色気あるなって思って、で、治療終わって元気になると色気消えちゃうんで、爽やかな感じです。守ってあげたいじゃん。この人一人大丈夫かなっていうモードに変わってしまう。あんまりこういうこと言うと、まあ、いろいろコメント欄に書かれてる。これぐらいにしてですね。